会社が買い取る義務というものを課すと。そしてそのためには料金に上乗せということが生じてもそれはやむを得ないというこういう考え方に沿ったものですが、これをですねこの国会でどうするのか、与野党の国会議員の皆さんが担当する委員会の皆さんがヨーロッパに視察行ったりということで動きは出始めてるんですけど、まだ成立の目処は立っていません。これは片山さんが聞きましょう。立原日本はどう考えますか。再生可能エネルギーをねこれから伸ばしていくっていうことはぜ必要なんですよ。原発の依存度はね、まあ、今くらいが限度かもうちょっと下げないとダメでしょうね。ただゼロにはできませんので、やっぱりね再生可能エネルギーを育てていかなきゃいけません。しかしその育て方がいろいろあるんですよ。そこで名護ほどねインセンティブを与える意味で全量買取固定価格っていうのは一つの案ですよ。じゃあこんなものをずっと続けたらおかしくないしま、全部丸ごと電気料金に乗せるんだから。だからいろんなね、まあ、意欲的なっていうのかね、儲けたい企業がいっぱいで手を挙げかけてますよね。私はそこのところはねしっかりと議論をして、しっかりと仕組みを作らないと。例えばですよ、価格についてはどう決めるか、あるいはそのいろんな業者が育ってくればね、リバースオークションっていうのをアメリカなんかで研究してる。逆に一定の電気の送料をね買いって言って電力会社が注文した時にいろんな発電業者にね入札を出して安いやつが入れていくっていうようなね、いろんな仕組みを考えてね育てていくことが必要なんだし、そのためには日本得意の技術開発だよね、技術革新、あるいは、ね、民間の知恵や資金を導入する仕組みを考えないかと思います。社民党テレさん、はい、社民党はね再生可能エネルギー法案、これは大賛成でございます。速やかに国会で審議を尽くして成立を図ってもらいたいと思います。同時に私ども社民党はかねて脱原発アクションプログラムを発表しまして、そして2020年までに原発ゼロ、2050年に再生可能な自然エネルギー社会 100%、 こういう日本の社会を目指すべきである、こういう提言を行いましたんで、再生可能エネルギー法はぜひ成立を図りたいなと思っております。はい、共産党国田さんいかがですか。まずね、導入を求める国民の世論が背景だったと。私ども共産党は2004年に参議院選挙ですでにそういう提唱しています。問題は政府の問題点はやはり料金に上乗せするっていう安易な方向を選んでるってことなんですね。ここを私どもは修正案を出したいと考えています。つまりそれは原発推進に使われている電源開発促進で3500億円程度あります。これを利用するということが3つ目です。3つ目はやっぱりね、原発からの撤退ということを明確に政治決断することが大事です。言いますのは自民党公明党の政権の時代、民主党政権の時代、5年間で例えば原子力関係にいますと2兆円関係2兆円のお金が所詮壊れています。そして自然エネルギーに対しては6500億円に抑えられています。ですからそういう転換は必要です。で最後に私はこの問題について、再生エネルギーのそういう潜在能力は環境省の発表でもですね、日本の原発54基の4倍に当たる、そういう見込みをしっかり見てやりたいと考えます。はい、みんなの党山内さん。みんなの党は、まあ、脱原発自然エネルギー推進の立場ですから基本的な考え方としては賛成なんですけれども、ただ内容的に見るとですね、まあ、3月11日の